はい、お疲れ様です。こけまるです。本日なんですけれども、こちら昆虫標本のインテリア作品制作の作業工程について一部シェアしたいなと思っています。皆さんに質問です。皆さんが飼っていらっしゃる昆虫がなくなってしまった時ってどうされてますか？普通に捨ててしまったりとかしていませんか？それが当たり前だったりするとは思うんですけれども、大事に飼っていた昆虫を捨てるってちょっとかわいそうだなって感じたりとか、あるいはその昆虫自体がすごく高額なもので捨てるにはもったいないなって感じたことありませんか？僕はありました。そういった気持ちの中から生まれてきたのが、このような昆虫標本をインテリア作品にしたものだったりするんですけれども、今回は皆さんでも簡単に作れる昆虫標本インテリアについてご紹介をしたいと思っています。具体的にはガラス管タイプの標本インテリアですね。普段僕のチャンネルでは昆虫標本の作り方についてご紹介をしているので、そちらと合わせて今回の動画をご覧いただければ、こういった形で皆さんでも簡単にお作りいただくことができます。ただですね、こちらの商品につきましてはこけまるインテリアの商品として商標登録を行う予定でございますので、模倣作品の販売というものについてはご遠慮いただきたいと思っています。それでは動画を作成いたしましたのでご覧ください。どうぞ。はい、音声は後入れにてご説明をいたします。まずはガラス瓶を一つご用意ください。中のサイズを測りまして、アクリル板ですね、こちらを先ほど測ったサイズの通りカットしていきます。はい、このようになりました。次に瓶からコルクを外します。コルクの内側へカッターを使い切れ込みを入れていきます。さらに溝が深くなるようにこのように彫刻刀を使うのも良いでしょう。僕はサウスポーです。次に切れ込みの中へアクリル板を装着していきましょう。接着剤を使って装着することをおすすめします。角度を決めて乾燥させましたら昆虫を準備。瞬間強力のアクリル接着剤をつけまして昆虫を固定していきましょう。使用する昆虫はしっかりと乾燥させた標本として完成されたものを使いましょう。いかがですか？こんな感じになりました。そして最後は先ほどの瓶に戻して完成です。どうでしょうか？皆さんも簡単に作れそうな気がしませんか？ Insect is beautiful. Thank you for your watching my movie. ありがとう。はい、いかがだったでしょうか？音声もない簡単な動画ではあったと思うんですけれども、動画の工程を参考にいただければ皆さんでも簡単にこういった作品を作れるようになるんじゃないかなと思います。瓶についてはネットでも簡単にご購入をいただくことができますし、こういった真鍮付きのコルク瓶についてはネット上どこを探しても見つからないと思いますので、もし欲しいなって思われた方はこけまるでご購入いただけますと幸いでございます。急に販売色を出してしまって大変心苦しいんですけれども、買っていただけたら嬉しいです。お買い求めいただく方法なんですけれども、まずは僕のインスタグラムをフォローしていただいて DM をいただければご対応させていただきます。価格帯については YouTube の概要欄に載せさせていただきますので、ぜひご参考いただければなと思います。というわけで、昆虫好きの皆さんのお役に立てれば幸いでございます。今回の動画がですね、良かったと思っていただける方はですね、ぜひチャンネル登録といいねボタンのクリックをよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。皆さんありがとうございます。こけまるです。昆虫標本制作承っております。詳細は概要欄からどうぞ。